ずっと探し回ってうろちょろしてる。誰が見るね。はにゃー。あー、まあ、いっか。いや、あら、延長って、クレさんがくれたんじゃないか。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、延長入りましたーって。ね、あの、なんかあの、あまり知らないけど、私は行ったことはないから、あまり知らないけれど、なんかあの、あ、本日の、姫からーって、延長、入りました、入りましたーって、ふぅーおかしい、おかしい。ねえねえ、おかしい。私、水分、糖分を補給する気満々だった。こいつ、いつも、あの、糖分がいるって言ってるくせに、なんで今日は、あの、糖分をあまり言わないのかっていうと、探し物は身近な片隅に。本当それな。あなたの手元の本の中から。本当それな。そう、実はあのお口の中でアメちゃんを舐めていたのでね。だからこいつ今日は持っているんですよ。はい。あれ、もしかして私なんか大いなる勘違いをしていないか。あれ、え、でもバランス的にこうなんだよな。あれ、え、ちょっと待って、プレイ SLP さん、頭の上のメガネは見つからないわら。ほんとそれな。タカヒトさん、アメちゃん大張りながらマスクで隠した猫の技。そうこれは多分トップなはずだから、こう。え？あれ？ちょっと待って。そして、探しまくり。ほんとそれな、探しまくりだった。あー、なんか私若干何かをミスっているかもしれないけど、まあこれはこれでありか。なんか、イメージとしては、これがもうちょっと上で、これがもうちょっと下だったんだけど。タロイモモさん。あ、なんか滝に打たれて修行してそうな。確かに。確かに。言われてみればそう。タカヒトさん。同じこと言ってる。そしてタロイモモさん、もしかして初めましてでしたね。あの、猫の手者の猫と申します。よろしくお願いします。まあいいか。なんか、もういいや。真ん中を。今から修行です。修行ある意味修行っちゃ修行なんだけどね。滝には当たらないね。滝には当たらない。おいずる。おいずる。ね、あの、鶴の恩返しならの猫の恩返しならね。マジか、あれ、なんか若干中心を間違えたのか、私。間違えました。間違えました。はい。あの、ですね。これがね、こう、なんとなく見えると思うんですが、中央線なんですよ。この半襟の中央線。でね、こっちがね、ここ見えます。これ。あ、そうね。ね。これがあるところが、本来の自分の真ん中なんですよ。つまり今何が起きてるかっていうと、これだけの幅のズレが起きてるんですよ。確かにそう、それぐらいの幅のズレだわ。やだー。もう一回縫い直すのやだー。はっけー。こいつほんとダメだわ。どうしよう。クレイ SNK さん。やらかしでしかない。みんなどう思う？
1時間半よ。もうバカじゃん。だってさ、真ん中って言って真ん中にしたのにね。真ん中違いだよ、バカ野郎っていう。だから、なんかさ、こっちのさ、この塗っちゃいけないところ、ここが見つけられるのに、こっちが見つけられんって言ってたのは、ここを中心にしてしまったからなのよ。いや、ほんとそれな、やる？え、もう一回する？すげえアホな展開になるよ。明日また同じ状態になるよ。もうやじゃ。しかもさ、これさ、コスモスの見えてる通り、トンボとかいるわけ。で、こっちにもね、赤トンボとかいて、すごい可愛いんだけど、正直な話していい？秋ってさ、もうすぐ終わるじゃん。ほんとされなー、ほんとされなー、もうやー、あー、そう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 、エリどこ行った、はい、エリにゃいのにゃいのって言って、見つけたにゃーって言って、よっしゃやるにゃーって言って、やった結果これですよ。これさ、なんか別にさ、エンタメでも何でもなくて、素でやってるから痛いんだよね。明日は、またそれね、パーン反撃だよーって、お待たせしたにゃんって。やだ、認めたくにゃい、認めたくにゃい、なんとかできぬか。なんともできぬよな。こういうのはさ、過ちに気づいた時点で撤退すべきなんだよ。気づくのが遅すぎたけど、でもワンチャン裏に行く手前でまだ良かったってことにしようぜ。な、そうしよう。過ちを気づいたのに、間違ってにゃいもんって言って強制的に進むとろくなことにならねえから、もう潔く諦めよう。潔くすいませんでした、やり直します。皆様からいただいた貴重なコインが水泡に、ほんとそれな。認めたくにゃいものだにゃ、猫ゆえ悩まちというもの。それ水星のシャアなんだよな。あー、もうやらかした、もうほんとやー、つらいわー、バカなの。もうやめた。あれだ、ね、もう潔くこの1時間半の配信で私は今日は全て終えるんだ。ちょちょってブログ書いて早めに寝よう。あ、明日なんかちょっとあちこち雨降るかもみたいな話出てたよね。よいしょ。はあ、やれやれ。すいませんね。皆さんのね、貴重な時間とね、貴重なコインをいただいてね、わざわざ進めてきたにもかかわらず、この低たらく。驚き桃の木、山椒の木でございますよ。にゃんてこった、パンニャコッタでございますよ。はにゃーん、つらいんごー。やらかしたんごー。よいしょ。まあ、そういうこともあるさ。気にしないさー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいんだ。いいんだ。別に猫はさ、なんか、ね、あ、ねえねえ、なんかコイン投げてもらったよ。今日はそのコイン使わないよ。明日に使うよ。ありがとう。多分高人さんだよね。ありがとう。ほい。よいしょ。ありがとうね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。あ、針、糸、糸。よいしょ、よいしょ。うん。取れない。
ょ。よいしょ、よいしょ。なんかおせちと似てるよね。作るのすごく大変なのに、食べるのあっという間。だからあの時に気づくべきだったんだよね。なんでなんだろうって言ってた時、だから塗っちゃいけない場所が見当たらにゃいって言ってた時に気づくべきだったんだ。せめてあの時に気づけていればって思うけど、もう後の祭りだから気にしないよね。よいしょ、はーい、よしよし、行こう行こう。ふにゃん、なんか1時間半もかけて私が言うセリフはきっと「そして冒頭に戻る」なのよ。でもね、創作ってこういうもんなのよ。本当に何事においてもね、こういうことの繰り返しなのよ。華々しさとかね、かあのうつなんだろう、こうそういうなんかきらびやかなものなんて何もないわけよ。もうね、アホみたいなねことを延々とやるんですよ。その先でね、たまになんかいい感じになるとね、いやーよかった、頑張ったわーいってなるわけです。そういう世界線なんですよ。でもそういう世界線を私はとても気に入っているのです。よいしょ、はい、高人さん、よいしょ。そして猫は振り出しに戻った。ほんとそれな、悟りを語る猫であった。アステリスク、振り出しに戻った悟りを語る猫であった。悟りでも語ってねえってやってらんねえよ。はい、振り出し戻りました。辛いよ。ちょっと今日もう赤字になったら今日も終わるからね、終わるからね。はい、こことここですよね。こことここを重ねるんですよ。で、うん、こっちや。サイコロ4、振り出しに戻る。ほんとそれな。ね、ヤンセイゲームみたいなもんだよ。やめてやめて、もう。こうですね。こっちがこうで、こっちがこうで、そうですね。こうですね。ここですよ。はぁ。はぁ、言うとるわ。もうさ、もうどうしよう。今4分。1時間13分じゃんね。いやー、どうしようかね。とりあえず、仮止めしていこう。ひとまず仮止めしていこう。よいしょ。いやー、もうほんとつらい。バカすぎてつらい。めちゃめちゃはずいわ、うち。もうなんか、はずすぎて今すごいなんか体熱いもん。もう、つらーい。やらかしたー。つって。よいしょ。まあ、でもね、結構、なんだかんだ言って、こいつポンコツなんでね。まあ、そういう状態でもね、変わらずね、わざわざ時間を割いてね、来ていただいたり、見てくださる方々には、ほんまに感謝です。お前さーって言いながら。ポカーンってしながらでも、ね、見守ってもらえてるっていうのはめちゃめちゃありがたい話やなって思います。よいしょっと、よいしょ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 っと。よし、さあ、せめて4分の1ぐらい終わらせたいぞ。せめて4分の1ぐらい猫を終わらせたいぞ。
さあ、できるのか。よっこらしょ。よいしょっと。はい、進めていきますかね。よいしょ、よいしょっとね。人ぬい、人ぬい。していくわけでありんすよ、まったく。よいしょ、よいしょ。なんかこう、もうちょっとこう、ね、ザッザッザッってやりゃいいんだろうけど。はにゃん。なんかもらったよ。ごてたまをもらったよ。かわいい。ごてたま、これなに？これなに？なんか、かわいい。スタンプを選択できます。あ、なんかかわいいのもらった。見えてる？みんな。みんな見えてる？おめでとうって書いてる。なんかもらった。あ、かわいい。ダメだよ、この猫。すぐおもちゃに反応して、本来のことを忘れちゃうから。こいつ何してたっけってなるから。ゃだわーいって言ってすぐ遊んじゃうから。ありがとね。へへ。いいんだけどね。ああ、あなたなんでそんなとこ引っかかってんの？すごい遠いところ引っかかったわね。よいしょ。よしよし、これでいい。よいしょ、よいしょっと。あ、めめかゆ、あ、めめかゆ。にゃー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 
普通のたまに痩せ我慢してるだけで、実は時々まだ針で肉球をポスってしてる時ありますからね。うってなってる時あります。このさ、半襟縫いがさ、なんで私は遅いのかっていうとさ、ほんと毎日してるわけじゃないからだと思うんだよね。人毎日するようになったら意外と、はいはいはいって言ってさ、結構ホイホイできるようになるのかもしれないけど、でもちょっとしんどいよね。毎日半襟縫いさ、するのはしんどいよね。絶対、疲れたって言ってさ、こいつ。とりあえず2枠じゃない。針2本目ぐらいまで終わらせたい。終わらせておきたい。眠い。唐突に、猫眠くなってきたよ。さっきまで寝て、寝てたっていうより、お目目つぶってゴロゴロしてただけだから、実質的には寝ていないの。頭の中でちょっといろいろくる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 考えてた。明日の朝起きてすることとか。そう。で、15時からその言ってたお姉さんのイベントに呼んでもらってるから、そこも行きたいし、って。一旦ここで止めよう。よいしょ。1、2、3。ハラホイさっさ。よし、決まったぜ。ウェイ、決まったぞ。これで一旦切るでしょ。今何分？あと10分。あと10分あるぞ。あと10分あったら、こっちだけはできそうな気がする。にゃんにゃん。なんか見てもらったよ。モホピオ2もらったよ。かわいい。これなんだろう。何のおもちゃ？ツンツンしてみよう。おー。
セケンディアスって書いてる。かわいちい。へへ、スキピーって書いてる。みんなの方見えとる？これ。かわいいの。かわいいの。あ、キャッキャってしてる。ね、キャッキャってしてる。かわいいね。えへへ。えへへ。知ってました、皆さん。この枠ですね。なんとですね、チラ見含めるとですね、50名来てくださりました。無駄に1時間半もしてるからね。すごくない ?50 名だよ。びっくりだよ。どんだけつって。まあね、ちょっと面白そうって言って、チラって覗いてもらえるだけでも嬉しいよね。こいつ、なんだかんでで人見知り激しいやつだからさ、あにゃんかもらった。千鶴さん、コンティニューコインをありがとうござりまする。ふえ?あ、いただいたコンティニューコインは明日使わせていただきまする。今日はもう猫しんどいよ。高人さん。1時間半してる。ふえ。ちょっと驚きで増えって言っちゃった。プレイ S N P 3 P 高人さん P ヒャラ P ヒャラ踊るパンポコリン P ヒャラ P ヒャラニャン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  P ヒャラ P ニャン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 パッパパラディラ P ヒャラ P ヒャラニャン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  P ヒャラ P ヒャラニャン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 ピーサラピーニャン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 っていう、なんかそんな歌でしたよね。歌詞は知らん。ニャン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 それでニャン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 からさっきに続くんだもんね。以上です。もう一回歌わんのかいって言われるけど、もう一回歌いません。だって歌ったもん。よっしゃー、言うとる間に、言うとる間に、やりました。猫、やりました。半分ですけど、半分ですけど、進みました。一歩下がって、じゃ一歩進んで二歩下がるっていう、まさしくその状態でございます。まさしくその状態でございますけど、まあ、とりあえず、いけたんじゃね？いけたんじゃね？よいしょ。ということで、明日はですね、明日はこの続きをしていこうかにゃと思います。私に余力があれば。はい。はい。はい。修正完了ですね。ちょっと試しにしてみましょうね。ちょっと今何分？あと7分あるのね。ちょっと左側。猫は歌い切るのである。トイレ？想像心の配置。うちのおじいちゃんさ、友蔵になんかちょっと似てるって言われとってさ、で、うちもさ、ちょっとマルコに似てるって言われとったけさ、もううちとおじいちゃん、マジでマルコと友蔵だったんだよね。マジでおじいちゃんだね。マジね、猫のことをね、猫可愛がりしてくれるっていうおじいちゃんだったね。何があっても、とりあえず、周りの人たちが何を言おうが、猫の味方でいてくれていたのはおじいちゃんなんで。なので、まさしく、あんな感じでした。まる子やーって言って、猫やーって言って遊んでくれてましたね。はい、ということでですね、見ていただけますとね、ここの、この中心線、ね、この半襟の中心線と、ここの半襦袢の中心線がやっと合いました。1万年と2000年前から愛してるっつって、よいしょ、ひもひも
でですね、来てみるとですね、今のは盛大にやらかしたわ。まあイメージですけど、愛してれる、そう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 、その通り、よう分かったの。こういう風になるわけですよ。まあ雰囲気変わるよね。やっぱこれの幅でかいわ。縫い直してよかったわ。こうなるんですよ。はい、こうなるんです。いやーよかった。お見せできてよかった。はい、ということで。まあ実際にね、縫い終わるのはちょっとまた次回以降になると思うんですが。まあこんな感じでいいんじゃないですかね、今日はね。よいしょ。でしょ、全然違うでしょ。この差でしたにゃいんだけれど、やっぱり雰囲気がガラッて変わるわけ。さっきのだと、もう、ちぐはぐすぎて何やっとんって感じやけど、今のだと、ああ、綺麗ですねってなるわけ。ほんと、こういう世界なんですよ。なのでね、まあね、ちょっと待ち針で仮縫いもできたし、おかげさまでね、こっちはね、綺麗に縫えたし、はい、明日はこの仮縫いしている部分を縫って、で、裏側を縫っていきます。で、その、縫う時に先ほど伝えていたここのね、この肩の部分は縫わないように注意する必要があるので、そこだけはちょっとね、明日の私が覚えているように。ねえ、いっそあれは私のオレンジですよ、何かって言ってやればいいんだろうけれど、ちょっとそこまでの勇気は私にはまだない。私にはまだない。でね、はい、ということでですね、約ね、1時間半というね、長い間でございましたけれど、途中ね、ハイエリがにゃいって言って、ピヨ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 しいの、ね、で、あそこにありいの、関係ないところ一生懸命探しまわってね、あったにゃーって言ってね、やっとできるにゃーって言ってやってたらね、まさかのハイエリのね、縫う場所を間違えるっていうね、中央線が合ってないっていうね。それ言うなら、偉い人には分からんのですよっていう。そっちなんだけどね。そう、まあそんなわけでね。てんやわんやのアホみたいな枠でしたけれど。1時間半もかけて、お前は何をしとったんやっていうような枠でございましたけれど。お付き合いくださりまして誠にありがとうございます。明日もね、できればやりたいなって。うん、お疲れ様にゃ。そうだよ。実は猫、にゃータイプにゃんです。そうです、そうです。じゃあね、お疲れ様にゃなんだ。またにゃん、ゴロゴロ。